皆さんこんこにちは山内大二です自称新学校の出願戦略とといいいう話をしたいと思います学力的に2番手3番手ぐらいの自称進学校に通っているという生徒さんや保護者の皆さんどういう出願戦略を取ったら憧れの第一志望に入れるのかという話をしたいと思います気をつけないといけないのは特に地方でこういった自称進学校タイプの高校っていうのは共通テストを受けて 一般選抜で国公立行きましょうという進路指導しかしてませんその私立なんてもってのほかみたいなね高校も結構あると思うんですよまあ、そうじゃないところもありますけどなので高校側がこうしてくださいという進路指導を保護者も生徒さん本人も黙って聞いてると本当に入りたい大学に入れない可能性があるもちろんこういう高校の努力を否定はしませんでも 高校側がやってほしい大学受験のパターンとお子さん本人の意思がずれた場合親はお子さんの方へ就くべきで高校と一緒になって自分とこの地元の国立大入りなさいっていうのはかわいいお子さん本人の進路の可能性を閉ざしていると思うんですね。ただだ、まあ、東京とととかか関西はははももく地方でであれば僕は国公立を目指すすべきだと思うんですが、まあ、そうんがそ言っても 本人の意思もあるのでどういうふうに受けていったらいいのかっていう出願戦略の話をしますまず国公立大学ですね基本は国公立大学受験するシステムに高校そのものがなってますんで僕の意見は受験はすするべきですまあその東京行って早慶明治行きたいというなら尊重しますけどその力があれば国立はどっか受かります。で どうせ共通テストはみんな受けるわけですから基本的には共通テストの勉強をやってくださいで共通テストの勉強をやってまあ前期中期後期と国公立3つ受けられますプラスさらに国公立は推薦も受けられるんで探してくださいどんなトップ大学でも推薦やってますなので模試とか偏差値で手が届かないランクですら推薦なら受かる可能性があるんでもう真ん中辺しかダメなんてこと言わず。 トップ大は受けてください共通テストなしの旧定大クラスの受験だってできます。ということで国公立大学っていうとなんか前期試験一発勝負みたいに思いがちなんですが4校受けられる推薦前期中期後期その中に本当に行きたい学校を探しておくことです私立大学志望の人も受かる国公立は僕は挑戦すべきだと思います。 入学は私立でいいんでですよでもやっぱり国公立はここに挑戦できたっていうのは私もそうでしたけどどっっっかか受かっておくっていうのは無駄になりません、まあ、どうしても本人の意思が固ければ尊重しますけどその高校の勉強をやってるだけでその憧れの私立入る人ってのはのは大体国公立受かりますんで両方やったったていいと思う無駄になりませんで次に私立ですねでその私立大学を受ける場合に気をつけてほしいのは今多いのが入れそうなとこを受けるんですよ。 これは間違いです。その入れそうなところっていうのは、平願校にしてください。一番入りたいところを目指してください。そこが難関だ、手が届かないって時には、推薦を使えばいい。総合型や学校推薦型まで調べれば。例えば、明治とか青山学院とかで。地方の町おこしをしたい人が受ける推薦入試ってあるんですよ。これって地方の人、当然。しっかりそういう経験積んできたら有利じゃないですか。探すんです。 目の前の点数の競争だけで行こうとしないでお子さん本人が頑張ってきたことを面接や書類選考や小論文で PR する入試だったらトップ大学は狙えるこれは私立も一緒早稲田も慶応も狙える同志社も狙えるんですなので別に有名なとこ行けとか偏差値高いとこ行けとかじゃなくて本当は入りたいとこって絶対あるんですね。本当はは国立大学入りたたかったけど諦める人ある人あいは 最初はトップ大学の私立に憧れてたけど、まあ、模擬試験受けてるうちに無理だって言って下げ,てくるでしょ下げちゃダメ本当は入りたかった大学は推薦で受ける絶対に諦めない無駄になりませんその努力は本当に入りたいんだからしっかりした志望動機できるはずなんですね。ということで私立大学に関しても難関校は絶対に諦めない最後まで。そして 受かりそうなところはまあででで受けて良いですもちろんでそこに入ったら入った学校が第一志望だと思って頑張ればいいだけです就職できますという感じで、えー、地方を中心としたまあ自称進学校の皆さんの出願戦略でしたで最後に海外地方の人が情報が入ってこないから海外の大学無理って言ってるんですけどそれは間違いですね探してないだけです地方から アメリカのトップ大学入っった人だっているんですネットで探してくださいどういうふうにしたら海外大学行けるのかちゃんと協力してくれる人はいますオンラインの説明会もありますサポート団体もありますということでこれは情報戦なんですよ是非この情報戦を制してお子さんがそして見てるご本人が一番行きたい大学に行ってください地方は不利ではないあなたは行きたいとこに行けるありがとうございましたご視聴ありがとうございました いいねとチャンネル登録をぜひお願いしますまたメガスタの LINE にご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します相談や質問も LINE で受け付けています詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください